ラヒサ士官は、中華人民共和国の軍人、政治家。国境内戦中は、東北野戦軍政治委員として、東北解放を指導し、建国後は中国、人民解放軍総政治部主任として、軍隊政治工作に献身した。中国共産党、第8期中央政治局委員。最終階級は中華人民共和国元帥。八祖寺軍第115士官部。 左から、ジン氏、ラヒサシカン、リーテンユー、小花1902年、湖南商工山形に、私塾教師の子として生まれた。1927年、中国共産主義青年団参加し、ついで、中国共産党に入党した。同年9月の収集放棄失敗の後、三湾改編で設立された、特務中大頭代表に任命された。1930年8月、 クレナイ4軍政治委員に抜擢され、第1、第8軍団政治部主任を務める。調整に参加。抗日戦争期は8素寺、軍115師団政治主任、政治委員、三島将軍区司令員県政治委員。国境内戦期は、東北民主連合軍副政治委員、東北解放軍政治委員、第4野戦軍第1政治委員を務める。臨下で、両親戦役と、 大脱戦役に参加。1949年10月1日、中央人民政府委員会第一回会議において、最高人民検察署検察庁に任命され、1954年まで、務める。1950年4月、中国人民解放軍総政治部主任に任命され、同年9月に総監部部を設立して、部長兼任。1951年より、 解放軍の政治幹部養成機関の設立を主導し、1954年11月11日に政治学院委員長に任命され、1956年3月16日に正式開校させた。1955年10月1日、中華人民共和国元帥の階級を授与。1954年9月27日、 1> 第1期全国人民代表大会第1回会議において、全国人民代表大会常務委員会、副委員長に選出され、1956年9月28日、中国共産党第8期一中全会において、党中央政治局委員に選出された。同年12月29日、第1期全人代常務委員会第52回会議において、 総政治部主任と総幹部,部部長を解任。これは健康上の理由と説明されているが、第8回党大会で、ラヒサシカンによる指導が批判されており、法徳会路線との対立が示唆されている。総政治部主任解任の後は、政治学院に専念する。1959年4月27日、第2期前人代第1回会議において、常務委員会副委員長に再選出され、 翌4月28日に国防委員会副主席に再任された。1960年、総政治部主任に再任。1963年、神願のため北京で死去。去年62。平松、95ページ。中華人民共和国大事期平松、95ページ。平松、110から112ページ。中華人民共和国全国人民。 代表大会広告中京八届一中全会、選出新的中央機構第一、届全国人民代表大会常務委員会第52次、会議環境平松、109から110ページ、中華人民共和国全国人民、代表大会広告中華人民共和国主席令。ありがとうございます。